レズリーです。コルネオさんに報告があって来ました。ほひ、一人か。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろうが。すいません、そのことで報告が。レズリー、俺がなんで隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんにしーっと喋りすぎてシンラに睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドッになるはずが、今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さーて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひ、お前ら七番街の件詳しく聞かせてもらおうが。ふざけてんのか。あ、ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これが。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろう。まずはこいつを黙らせる。立てろ。仕上げだ。
まあ、よし、やっちゃおう。
大丈夫か。コルネは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え？大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。あ、再会だよ。え？花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった、地上に出よう。上へ行く方法を教える。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。